ビアボール熱狂。ファン必見。公式発表前に旧デザインが点灯にビアボール販売開始前にすでに予約売り切れ続出。一体なぜナンバーアンダーライン愛の魅力は本当にすごい。ビアボールの熱狂が広がっていますね。ファンにとってこれはただのビールグラスではありません。それは 大好きなアイドルグループ、ナンバーアイのメンバーたちが登場する特別なコレクションの一部なのです。ビアボールの魅力は、その特別なデザインと限定的な販売にあります。ファンにとって、それはただのビールグラスではなく、大好きなアイドルグループ、ナンバーアイのメンバーたちが登場する特別なコレクションの一部です。そして、この特別なグラスを手に入れるために、 彼らはあらゆる手段を使って探し回っています。ビアボールの話題があちこちで盛り上がっていますね。平野章、岩優太、神宮寺優太の3人がビールを販売するお店を探しているファンたちの声が SNS 上にたくさん見られます。それぞれのエピソードを見てみると興味深いものがたくさんあります。ある日、近所の神で売っているかもしれないという噂が立ち、 ファンたちはワクワクしながら店を訪れます。しかし、期待とは裏腹に、店頭にはグラスはありませんでした。がっかりした声も上がりますが、その中には、もしかしたら旧デザインなのかもしれない、という声もあります。このコメントから、ファンたちは新しいデザインのグラスがリリースされたことを知り、それを手に入れることへの熱意が高まっていることが伺えます。しかし、 幸運なことに、一部のファンはすでにグラスを手に入れています。彼らは SNS 上で喜びを分かち合い、その特別な瞬間を賞賛します。そして、その中には、旧デザインだからこそ買った、という声もあります。これは、ファンたちがビアボールのデザインに対する愛情と希少性に価値を見出していることを示しています。さらに、オンラインではグラスの予約が殺到し、 入手することがますます困難になっています。これは、ビアボールがどれだけ人気があるかを物語っています。そして、その人気を裏付けるかのように、いくつかの店舗ではすでに売り切れ状態になっているとの報告も寄せられています。こうした状況を見て、ファンたちはますます焦りを感じています。特に、迷っている時間はない、というコメントが象徴的です。 彼らは限られた時間の中で、グラスを手に入れるために全力を尽くしています。そして、その努力の結果、いくつかの幸運なファンは3色ものグラスを手に入れることができました。しかし、まだまだ多くのファンはグラスを手に入れることができていません。彼らは地道に探し続け、店頭に並ぶことを待ち望んでいます。そして、その一方で、偶然見つけた。 という声もあります。これは、ビアボールがどれだけ予測不能であり、偶然と運命の要素が絡み合っているかを示しています。このように、ビアボールは単なるビールグラスではなく、ファンたちにとっては特別なコレクションの一部となっています。彼らは熱狂的に探し回り、限定性と希少性を愛し、その一部となることに喜びを感じています。そして、 その喜びはいつもビールを飲むときに一緒にあることでしょう。ビアボールの魅力はその特別なデザインと限定的な販売にあります。ファンにとってそれはただのビールグラスではなく大好きなアイドルグループナンバーアイのメンバーたちが登場する特別なコレクションの一部です。そしてこの特別なグラスを手に入れるために 彼らはあらゆる手段を使って探し回っています。ビアボールの話題があちこちで盛り上がっていますね。平野翔、岩優太、神宮寺優太の3人がビールを販売するお店を探しているファンたちの声が SNS 上にたくさん見られます。それぞれのエピソードを見てみると興味深いものがたくさんあります。ある日、近所の神で売っているかもしれないという噂が立ち、 ファンたちはワクワクしながら店を訪れます。しかし、期待とは裏腹に、店頭にはグラスはありませんでした。がっかりした声も上がりますが、その中には、もしかしたら旧デザインなのかもしれない、という声もあります。このコメントから、ファンたちは新しいデザインのグラスがリリースされたことを知り、それを手に入れることへの熱意が高まっていることが伺えます。しかし、 幸運なことに一部のファンはすでにグラスを手に入れています。彼らは SNS 上で喜びを分かち合い、その特別な瞬間を称賛します。そして、その中には、旧デザインだからこそ買った、という声もあります。これは、ファンたちがビアボールのデザインに対する愛情と希少性に価値を見出していることを示しています。さらに、オンラインではグラスの予約が殺到し、 入手することがますます困難になっています。これは、ビアボールがどれだけ人気があるかを物語っています。そして、その人気を裏付けるかのように、いくつかの店舗ではすでに売り切れ状態になっているとの報告も寄せられています。こうした状況を見て、ファンたちはますます焦りを感じています。特に、迷っている時間はない、というコメントが象徴的です。 彼らは限られた時間の中で、グラスを手に入れるために全力を尽くしています。そして、その努力の結果、いくつかの幸運なファンは3色ものグラスを手に入れることができました。しかし、まだまだ多くのファンはグラスを手に入れることができていません。彼らは地道に探し続け、店頭に並ぶことを待ち望んでいます。そして、その一方で、偶然見つけた。 という声もあります。これは、ビアボールがどれだけ予測不能であり、偶然と運命の要素が絡み合っているかを示しています。このように、ビアボールは単なるビールグラスではなく、ファンたちにとっては特別なコレクションの一部となっています。彼らは熱狂的に探し回り、限定性と希少性を愛し、その一部となることに喜びを感じています。そして、 その喜びはいつもビールを飲むときに一緒にあることでしょう。さらにオンラインではグラスの予約が殺到し入手することがますます困難になっています。これはビアボールがどれだけ人気があるかを物語っています。そしてその人気を裏付けるかのようにいくつかの店舗ではすでに売り切れ状態になっているとの報告も寄せられています。こうした状況を見て ファンたちは、ますます焦りを感じています。特に、迷っている時間はない、というコメントが象徴的です。彼らは限られた時間の中で、グラスを手に入れるために全力を尽くしています。そして、その努力の結果、いくつかの幸運なファンは3色ものグラスを手に入れることができました。しかし、まだまだ多くのファンはグラスを手に入れることができていません。 彼らは地道に探し続け、店頭に並ぶことを待ち望んでいます。そして、その一方で、偶然見つけた、という声もあります。これは、ビアボールがどれだけ予測不能であり、偶然と運命の要素が絡み合っているかを示しています。このように、ビアボールは単なるビールグラスではなく、ファンたちにとっては特別なコレクションの一部となっています。 彼らは熱狂的に探し回り、限定性と希少性を愛し、その一部となることに喜びを感じています。そして、その喜びはいつもビールを飲む時に一緒にあることでしょう。